さん、こんにちは。7月19日日曜日、3時になりました。服部ゆき子のおしゃべりタイム、おゆき語りのお時間です。今週もどうぞ、今月もですね、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。関東はとうとう梅雨明け宣言ということで、お天気いいですね。ものすごく暑いんですけれども、ものすごくもう雨も多かったので、ちょっと一安心というところでしょうか。体調などを崩されませんように、どうぞお元気でこの夏を乗り切ってくださいませ。もう7月もね、19日となりますと、あとはもうすぐお盆ですね。あっという間に1年が過ぎていくような気がいたします。はい、それでは今月の1枚です。どうぞ。申し訳ございません。いきなりこんな写真で。これはですね、ラッピング電車というのが今走っているそうでございまして、山手線でね、この楽天カードマンズがそれぞれこう印刷された電車が走っているそうでございます。で、私はまだ山手線あんまり乗りませんので、私まだこの電車乗ったことないんですが、知人の方がね、これを撮ってくださいました。その方曰く、渋谷の駅でね、撮っていただいたんですが、すごく混雑していて、その人混みの中で、しかもまだまあ赤とかね、カビラさんとか、あとピンクちゃん可愛いですね、そういう人を撮ってるんだったら分かるんですけど、なぜにこの黄色いおばさんを撮ってるんだろうって思われたんじゃないか。いや、きっと思われたと思いますよ。だからこの車両ね、これちょうどお客さんがこういなくなった時にバシャってこう映してくださったそうなんです。私よく聞くんですが、これ朝から服部さんを見たと言われます。通勤の前にこれを見てスカッとなさるかどうか分かりませんが、これからまたしばらく走ると思いますし、おかげさまでテレビの CM の方もずいぶん皆さんに見たと言っていただいております。今しばらくこのイエローおばさんとお付き合いくださいませね。はい、でインターネット上ではウェブドラマスペシャルムービー第2話ということで、OL 脱退というタイトルでウェブムービーが公開されています。今回はですね、いつもカビラさんが主役なんですけれども、ピンクちゃんがちょっと主役に近いかなというタイトルなんですが、ピンクちゃん大活躍で、彼女は本当にスタントさんもね、もちろんいらっしゃるんですけれども、アクションができる女優さんなんですね。彼女のアクションシーンも満載です。でなぜか私もまた変身して戦ったりしてるんですけれども、私もちょっと見せ場をいただいておりますので、第2話のムービー OL 脱退もぜひご覧くださいませ。ざっとちょっと見てみましたところ、50万件をアクセスが超えております。ご支持をいただければ、それだけ長く公開されるのではないかなと思いますので、皆様どうぞ今後とも今しばらくちょっとこの楽天カードマンズのご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ということで今月の1枚でした。幕開きにすいません。はい、では7月ゲストさん、かなり皆さんお忙しくて、オファーを、ね、させていただいたんですけれども、いろんな舞台やお仕事の方に張り切って活動されている方が多い中で、すごくお忙しい方なんですけれども、ゲスト出演を快諾してくださった方がいらっしゃいます。何を隠そう、この番組の前にノブバーさんで出演している方なんですけれども、今回ですね、また柳川公園で私もお世話になります、江口新一座の座長江口新さんをゲストにお迎えしております。いろいろお話を伺いたいと思います。それでは江口さん、どうぞ。はい、どうもこんにちは。こんにちは、どうも。お忙しいところすいません。いやいや、みんなはね、忙しいみたいですね。なんか今日ここにいるのがね、よっぽど暇みたいですね。そんなことはないんですよ、そんなことはないんですけれども、はい、はい、ありがとうございます。江口さんはもう本当に皆さん、この番組をご覧になっている方はね、よくご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども。そうですね、はい、私どももね、毎月1回ここのスタジオでお会いするんでね。そうです、すれ違いに近いんですけどお会いしてるんですけれども、はい、柳川凱旋特別公演というのを毎年、はい、もう今年で6年目、ね、そうですね、皆様のおかげで今年で6回目を迎えますな。はいはいはい、また9月に、江口さんの故郷である柳川でね、柳川限定なんですけれども、はい、今ちょっとチラシの写真出していただいたんですけれども、こちらの公演がもう9月ということで、もう8月入ったらもう稽古ですもんね。いやいやいや、本番1週間前からですから。そうでしたっけ。そうでしたね、長いこと稽古しない、長いこと稽古しない、はいはい、もうその短い間にさ、はい、その間何かあっても自己責任という、はい、結構そういった意味では緩くもあり、またちょっと厳しいお稽古をされます。そうそう、アバウトなんですけど、はい、ではギリギリまで存分に皆さんお仕事してくださいという江口さんのもう優しいお心遣いで、はい、でも大体だから1週間というか、ちゃんと投資ができるのは、投資ができるのは
前日ですね。あ、向こうに入ってからっていうことですね。はいはい、まあでもそのなんていうんですかね、うん、その緊張感ですかね。それがこうガッとこう、そうですね、燃え上がっていくかもしれないですね。ちょうどこう一番ピークに達したところで本番を迎えるという。はい。タイプにしたいと思ってますので、いや私なんか1ヶ月ぐらいね、うちの劇団すばら1ヶ月ぐらい、まあ、稽古をして、まあ、台本の中も、ね、いろいろどういう解釈がいいかっていうことを話し合いながら進めていくんですけれども、江口真一座もパッと集まってパッと燃え上がって、はいはい、でまた来年まで元気でねっていう、ね、そういう感じですね。パッとしてパッとしてるんだって花火みたいなもんですけど、はいはい、もうでも6回目で、柳川の方々のおかげで本当に毎年毎年また行きますので、皆さん柳川の方どうぞ待っててください。今日は柳川の方いっぱいご覧いただいてるんじゃないですか、井口さんが、ね、多分、はい、出てくださるということで、見てくれてると思います。はい、はいはい、ではせっかくですので、うん、柳川公園のいろいろご案内をさせていただきたいと思うんですが、ありがとうございます、はい、まず江口さんがご自身で作った宣伝動画、うんうん、はい、はい、これちょっと、はい、予告編ですね、はい、予告編をじゃあ、はい、お願いできますでしょうか。江口審査の予告編、はい、ではどうぞ。これ予告編というかね、はい、告知版ですよね。だから、はい、こういつやるのかとかね、どこに連絡したらいいのかっていうことで、まあ、予告編って映像は全然使ってないんですけど、いやでもこれね、なんかターミネーターみたいな雰囲気なんですけれども、はい、今まで非感動劇、まあ、喜ぶに感動劇で何々というタイトルだったんですけど、うん、今回チラシの方に SF とあります、ね、そうです、だから今までとはちょっとこれ雰囲気違う感じで、ね、ちょっと変わりますね、はいはい、SF でも私の場合はサイエンスフィクションではなくてソサイティフィクションという、ソサイティフィクション、はい、ちょっと社会風刺みたいな、社会風刺の SF ですか、はいはい、いや私はなんかちょっとホラーチックな要素も加わるのかなと思ったんですけど、まあそういうのもございますよ。本当ですか、はいはいはい、はいはい、じゃあ今回はですね、チラシにですね、これまた滝本ひとみさんという方で、はい、滝本ひとみさんが今回出演していただけるということで、はいはい、この方どういう方、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ミュージカル界とかではね、とても有名な方で、また NHK の昔のお母さんと一緒っていう番組で、歌のお姉さんをやってた、歴代のこう、ね、歌のお姉さん、お兄さんいらっしゃいますよ ね、でも爽やかなね、はい、これ美しい方です。今回この方ヒロインに迎えてということで、はい、そうです、はい、じゃあ歌っていただけるの、はい、歌もあります。いいですね、はい、やっぱり歌もね、うん、ないとね、うん、そうですね、で面白くないかなと、ね、いろんな、うん、いつものメンバーの方ももちろんなんですけれども、ね、はい、ね、新しく加わる山下典子さんっていつも一緒に、山下典子さんはですね、はい、この前のほらノブバーさんと8番目の侍をやってる時の、はい、アシスタントに出てる、ね、女性の方も今回初参加ということで、はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、なんかね、いろいろ読むと、うん、今回の作品はっていうことなんですけど、まあ、新柳川駅が完成するにあたって、はい、そこの新柳川駅の、まあ、工事と一緒にある秘密のね、プロジェクトも進んでいるということで、はいはい、柳川駅の地下で、はい、何かが秘密プロジェクトがあったというお話ですね。今までの中ではちょっと壮大なドラマになってきましたね。そうです、座長、そうです、だから大変なんですよ。大変ですね、装置が、装置が建設現場のところから全部お借りしなくちゃいけない、はい、じゃあいつもね、大工さんとかほら腕の立つ方が地元にいらっしゃるじゃないですか、はいはい、地元の友達にね、はい、いっぱいこう建設業をやってる連中はいるので、はい、足場の鉄パイプとかは
全部組んでもらう予定でいますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でもお願いしないので、ね、よろしくお願いいたします。はい、でもまあやる方もちょっと楽しみになってきました。だいたいこうホームドラマだったりとかね、そういうことが多かったんですけど、今回はまたちょっと柳川駅を、まあ、全体にまた巻き込んでといいますか。はい。はい、ちょうど今年、ね、柳川駅新駅舎になったんで、はいはい、それも記念して、なるほど。今年やろうかなと。はい。はい。はい、そこではなんかこうまた人間たちのドラマとちょっとこれ見ると人間だけではない人もこう出てきそうな感じですね。人間ではない人も出てきますね。はい、もともと人間じゃない人もいますけど。いやいやそんなことはない、そんなことはない、大変なことになります。これ片岡五郎さんはお地蔵様でこのチラシには書いてあります。これはああお地蔵様は、まあ、片岡さんは毎回いくつかの役をやってもらってるんですけど、今回一応代表的なこととして300年前から埋められてたで今年発見されたお地蔵様ということで、え水掛地蔵、水掛地蔵、はい、それあれですか、生き仏とか要はミイラになってるお坊さんじゃなくて、これ本当にそういうお地蔵様が埋まってたんですか、柳川に。あ、ね、そういう風なね、はい、ものがありました。 あった話、うん、あお地蔵さんじゃなかったんですけどね。へ、それはね不思議なことがありますよ。田んぼ、もう田んぼの真ん中に、はい、なんかなこう区画整理をするときに本当にこうショベルカーで掘ったら地下6メートルぐらいのとこから何でしょうね、2メートル半ぐらいの鬼が座った石仏のこんなでっかいのが出てきたと。え、2メートル半って相当ですよ。でかいですよ、うん、でそれ石仏で 鬼が座ってらっしゃる、鬼が座ってるのがうつ伏せに埋められてた。え、それはなんか怖いですね、うん、でもそこだけね、はい、毎年見てたんですけど、その発見される前から見てたんですけど、はいはい、そこだけ稲穂がこうちょこっと高くなってたんです。ああ、だから何か下にあるんじゃないかっていうことで、 あるか、そこだけ育ってたのか、うん、うん、そういう感じで結局毎年あそこだけ何か高いなっていう意識は僕の中であったんですけど、結局そのねこう工事で掘り返した時には本当にわけのわからない、それはじゃあ大きな石物が出てきた。そのいつ頃のものかとかっていうのも今じゃあきっと調べたりとか、多分今調べて、ね、もう分かってるはずですよね、後でね。そうですよね、はい、こんな大事になっちゃうと、うん、急に誰かがいやちょっと作ったものをあれだったから埋めちゃったんだ、もう言えなくなっちゃう、もう言えなくなっちゃう。4メーターもって埋めるんで、へえ、いやなんか柳川もいろいろな歴史がね本当はあるので、ね、はいはい、いろんな裏歴史もあるんですけどね、そういうことをご紹介、ね、できればいいなと思うんですけれども、はいはいはい、またこうこのチラシだけ見てもね、いろんな面白そうな謎の黒幕とかカッパって私はちょっと怖いですね。いつもいろんな役を振られるので何か出てくると、これまたなんか後になって服部さんここの間ちょっと空いてるでしょって言われると大体そこ出なきゃいけなくなるので毎回、ね、いやいや、ごめん、まあ、でも大活躍 ね服部さんはしていただいて、地元の方もね本当ファンがどんどんできております、ね、空いてる役は何でもやりますっていう、いや今も大活躍じゃないですか。先ほどの楽天カードからね、この間のドラマあ、もういろんなね、ありがとうございます。やっともう私が狙ってたキャラクターがどん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 世の中に出ていって嬉しいございます。ああいうキャラクターですよ。いやいや、ああいうこともやるっていうことなんですけれどもね、はい、ではその江口真一さんの柳川特別凱旋公演、これはまあなかなかこちらの方はね、あまりでもね九州までいらしていただいてご覧いただく方もいらっしゃるんですけども、そうなんです、わざわざ東京から来てくださる方もいらっしゃって、はい、なかなかねこの柳川限定公演ということなんですけれども、うん、どういうお芝居なのっていうのをよく皆さん聞かれるんですね、はい、で、まあ私のところで、まあ、恐縮なんですけれども、座長にじゃあ何かちょっとその公演の模様をね動画で、あこんな感じですよみたいなね、それちょうど分かればいいかな、ちょうどもう服部さんが出てるところ、すいません、もう他の方もとても面白いところあるんですけれども、うん、お気遣いいただいて、座長と、私が絡んでるところで、まあ、大体こんなことをやってますという動画をご用意しましたので、それでちょっとお客様もね参加していただいてるんですよ。客席からいきなりお客さんが引っ張り出されたりっていうこともあって、お客様参加型の公演です。じゃあ柳川公演がどういったものかっていうのをちょっとご覧いただきましょう。ではお願いしますおめでとうございます。おめでとうございます。いらっしゃいませ。ございます。いらっしゃいませ。モーニング服部様お待ちいたしておりましたごきげんよう、ごきげんよう。街で会ったらただのよなごめん遊び、ごめん遊び。私お客様のしもべさすがでございます。モーニング様お待ちいたしておりました。いえいえ、まあ、こちらこそ、つんつん、お世話になりますよ。いえいえ、こちらこそ、よろしくお願いします。どうかちらへ。どっからどっか一緒に来ます。ああ、どうぞ、お構いなく。はい。それ、マスターってか、
品は？はい、こちらです。これはマスターでいらっしゃいますか？はい、本日はお世話になります。いや、お世話になります。私、シルバーミート生活向上委員会代表、モーレル服部と申します。あら、まだご主人、今日は熟年の婚活お見合いパーティー、お祝い事ですよ。そんなんだ、葬式だか法事だかわかんない、新規臭い格好して意味でもない。いや、大丈夫です、これ婚姻になってますんで。あら、まあ、先生のことに関心してる場合じゃございませんよ。もう一度申します。私、シルバーミート生活向上委員会代表、略して SM 成功委代表。 SM 成功委、はい、そっちじゃございませんわよ。え、あ、もういいや、どれもいいや。もうお外にね、熟年婚活カップルがお待ちなんですよ。ですから早く、はい、そうだ、やっぱり婚活パーティーって言ったらマスター、はい、なんといっても雰囲気が大切。あ、音楽をかけろ。イエス、BGM。 あー、こうまくこれここにチクッとやったりさ。そうです、私にポンポンって言ったり。俺は BCG、 私が言ってるのは BGM、 ミュージック。あー、音楽をかけろと。 OK、 じゃあとりあえずこんなものはどうでしょう。はいはい、心臓。
私に食えろダメお写真見せてください。お写真見せてください。一緒に見せてください。どうかばい、私を抱きたい、食べたい、いくわよ、バカリー。お写真、ぜひこのお写真掲載させていただくわ。それが今日の夕刊にちゃんと、ね、お楽しみ。それじゃあ私いっぱいだけいただくわ。おいしくね。じゃあ夕刊楽しみに。またうちはあなたのコテか肌身離さずの食だよ。コテか、コテか、まあ、こっちで言うチンポサックですな。また新入線でハムっとよさ。はあ、よかによる。ありがとうございます。いただきまして、まあ、誠にありがとうございました。ね、はい、いや座長懐かしいですね。懐かしいですね。はい、まあ本当にこれあの舞台にねあのお客様上がっていただくんですけど、最初はね遠慮して皆さんやだやだって言うんですけど、あの他のねお客様こう拍手でね舞台をね上がっていくお客さんにこう拍手でねあの温かく迎えてくださったりとか、ね、4、5人がかりであの強引に上げちゃいますからね。はい、いやでもそういったところとても温かいですね。そうですね、お客さんの方も乗ってくれて、そうなんですね、アドリブでねなんかいろいろお芝居入れてくださったりとかね、はい、ありがたいです。あの方あれですか、柳川の市役所の方でしたか。偶然なんか市役所にお勤めになってる方が見に来てたらいきなり、あのお父さんって言われちゃってなんか風格があってね、あのなんかお父さんみたいな感じだったんで。はい、ということでね、もう私も見てて思ったんですけど、やたらテンションが高いんですけど、あれがまあ2時間ぐらいずっとこう持続している舞台ですので、はい、あの見ている方もね本当に楽しんでいただけると思います。まあ、去年のを見て今年もまた頑張らなくちゃと思ったんですけれども、去年はね大牟田と柳川両方回らせていただいて、そうですね、まあ、はい、九州のね方々のあの、はい、なんて言うんでしょうね、私素晴らしいと思ったエピソードがあるんですけれども、あれは大牟田の方だったかな、柳川の方もいろいろいらっしゃったんですけど、確かあのおしぼりでね、はい、三角に折って何なさるのかと思ったんで、演歌の時に、はいはい、そしたらそのおしぼりをパンティーに見立ててね
こうパンティをこう揺らしてこうそーっと脱いでいく。これがまたうまいんです、その方が。もうプロも顔負け。でその脱いだパンティをこうちょっと振って、ちょっとポイなんてね、そういうのをね、さらっとこうやってしまう。あの高校の先輩の女子の方です。高校の先輩だったんです。いやいや、もう柳川の方もね、もう本当に皆さんわーみたいな感じでね、宴会もいつも楽しいんですけれども、あのそういったのこうちょっと開かれたねものをすごく感じます。能天気なんですね。能天気なんですか。あの気候もあったかいから。あ、ね、でもちょっと雨がねまた心配ですけれどもね。うん、そうですね、はい、ちょうどこの時期はね、でもあの辺のちょうど筑後地区っていうのは一番こう安全な地域みたいで、あ、そう、地震とかもないし、あ、地震はそんなにないんですね。あ、こっちはね相変わらず地震はあれなんですけど、はいはい、まあ、9月もねぜひあのいいお天気の時にねあの行ければ ね、 そうですね、いいですね、はいはい、ではあの今年も頑張りますんでね、もうぜひぜひあの待っててくださいね、座長、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということで柳川つながりで、江口さんの方からちょっとこの絵もぜひご紹介していただきたいということで、ひまわり畑にてという映画を柳川で撮ったんですね、はい、でこれ私最近見たんですけれども、ありがとうございます、見ていただきまして、はい、王子の北斗ピアでねこれ上映されてたんですけれども、はい、これはあのもともと安崎圭司さんという方がねお書きになった、はい、あのちょっとしたあの小さなね劇場なんかであるワンナイトラブという舞台用 の、はい、あの台本だったものを柳川を舞台にした映画になさったということで、そうですね、はい、故郷でずっと撮影されていかがでした、故郷での撮影というのは。まあまあ楽っていうかね、あ、まあ、知ってるところだったし、あと空気がやっぱり育ったところだから非常に自分に合うというか、あ、そういう感じで楽にお芝居ができました。ああ、そうですか、はい、あ、そのまあ、まあ撮影自体はね、うん、結構夏の暑い盛りですから大変だったと思うんですけれども、はい、まあ、座長がねそのなんていうか世界にスッと入っていくのは、うん、なんか役としてこう自然に入れたっていうことですかね。まあ、そうですね、はい、うん、そのお芝居ね、もちろん柳川のひまわり畑で、まあ、起こることなんですけれども、そのなんていうのお芝居でしたらその瞬間だけなんです。映画にしたことによってその長い年月を追ってますから、そうですね、こう振り返ったり、ね、はい、春夏秋冬、ね、うん、柳川のお祭り、はい、おにぎえとか、うん、も映ってますし、あの下げ門とかね、うん、そのお店もあるし、あの川下りのシーンもあるし、柳川の、まあ、観光名所ですよっていうところもね、さりげなく映画に入ってましたね、はい、あと一番あれなのはもうあのこの今年柳川駅が新しくなりましたんで、はい、あの古い旧柳川駅が最後に収められた映像が入っている、あ、駅とかね降りてくるシーンもありましたけど、だいたい今までね柳川にお住まいの方昔の駅がもうね主流でしたので、その景色が主流だったんで、おそらくねこれ何年後かにまた見られても、ああ、昔の柳川駅はこんなだったなみたいな感じで、ちょっと懐かしく思い出されるということですね、はい、やっぱり一番育った時間が長いと思われるんで、うん、はい、あの西鉄の柳川駅が、はい、あのリニューアルしてもっと近代的 な、 な、そうですね、やっぱり近代的な綺麗なガラス張りで、もうできたんでしたっけ、ええ、もう駅の駅舎部分は完全にできてます、はい、あ、そうですか、で、あの周りのロータリーとかですね、はい、そういうところはまだ、あ、今年いっぱいで完成するのかな、あ、はい、ってな感じになってるみたいですよ、うん、あ、それに伴ってね、なんかあの柳川の中でこういろいろお祭りとか白秋祭、北原白秋先生 の、あのそれにちなんだ川下りみたいなもの、ね、私たちは夏行ったけど、うん、秋や秋なんかはとてもじゃいいんじゃないですかね。それ、秋はもうその白秋祭があるし、うん、11月もあるし、うん、もう2ヶ月おきか1ヶ月おきぐらいには何かお祭りがあるんですか。そんなにやってるんですか。あ、じゃあ古い歴史の古いところですね。そうですね、やっぱり城下町でもあるから、はい、じゃあね、あの柳川駅がリニューアルされることによって皆さんたくさん来ていただくと、それによってきっとまたお店とか ね、 そうですね、あの宿泊もきっとどん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 増えて、はい、柳川自体がこう大きな街に、ね、なっていくんじゃないかなと思うんですけれども、はい、で毎年この、ね、まあ、お芝居も必ず柳川を舞台にしたお芝居ということですからね、この柳川でバサラカエースカヤツ、これちょっとあのバサラカエースカヤツっていうのはバサラカっていうのはすごいっていうことだと思うんですけど、そう、方言ですね。エースカっていうのはどういう意味なんですか。エースカやつ、エースカっていうのは怖いっていう意味ですね。怖い、うん、あ、怖いやつだっていうこと、うん、怖いとかですね、やっぱ怖いですね。柳川でものすごい怖いやつっていうタイトルなんですか、うん、これ。そうそうそう、まあ、標準語に直すと、怖いっていうのはこれ何、あの私たち出演者が怖いっていう意味じゃなくて、そういうね、はい、幽霊が怖いとか、うんうん、その何かが怖いっていうじゃなくて、人間的に怖いっていう中身のもの、
精神構造がちょっと多分危ないぞとか、うんうん、そういう意味なんですね、はい、あということでございます。改めてね、では江口真一座柳川特別凱旋公演ボリューム6、これ、SF 奇感動劇柳川でバサラかエースかやつということで、はい、で今回ね、はい、まあ、毎回このタイトルの大事をですね、はいはい、過去はもう本当にね、山田邦子さんからコロッケさんから書いていただいたんですが、今年はまた柳川出身の、はい、演歌歌手である北山武君、はい、北島音楽事務所の方に書いていただきましたんでね、はい、またぜひともね、これ北山君の字ですからね、皆さん、いいですね、いいですね、このね、ここの赤い字ですね、うん、今チラシにもありますけれども、はい、書いていただいたんでありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、毎回でもね、そうやって皆さんあれで快諾してくださって、あ本当にもう協力的にねしていただいて本当に感謝しております、はい、まあ、こうやって書いていただけるだけでもね、はい、皆さん喜んで、そうですよね、チラシを見てくれましたから、ね、うん、私もこのチラシ毎年大事に保管させていただいております、はい、でまたこのチラシもね、温かみがあってね、皆さんその出演者のね、方をこれね、ちょっとイラスト風にかなり可愛らしく描いてくださってるんですけども、このチラシもねいつもね好評なんですよ、はい、これはあれですか、イラストの方、イラストマヨさん、はい、マヨってうちの娘なんですけど、毎年毎年お嬢様が、はいはい、まあ、こういう感じで、物語をこう話をして、こういう登場人物出てくるよみたいな感じで言うと、大体毎回こんな感じで彼女が描いてくれるんで、非常に金井正志工業で助かってる。でもいいですよね、お父様 の、まあ、企画した舞台をお嬢さんがそうやってイラストを描いてっていうことで、うん、やっぱりみんなでこう作ってるっていう感じがね、はい、とてもいいと思います。ということで、それでは9月の、19日と20日、参りますね。で、場所は柳川市役所三橋町隣の、三橋公民館、また大ホールで参ります、はい、もしこちらでねぜひ見てみたいという方はぜひお問い合わせくださいませ、はいはい、でまたこの番組の中で最後に流してもらうと思うんですけど、告知ね、江口真一の告知の最後の方で連絡先とかチケット申し込み先がありますので、はいはい、どうぞYouTube でも、ね、見てメモって、はい、ご連絡いただければと思いますね、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、では8月、うん、江口さんお忙しいですね、8月また舞台立たれるんですね、はい、この間6月も舞台てて、はい、6月立って、はいはい、でバンプランニングさんという、パンプランニング、あパンプランニングさんね、うん、パンプランニングさん の、 舞台でまた、出演なさるということで、チラシの写真をよろしくお願いいたします。はい、あらこれすごい可愛らしい、なんかキュートなダンスレボリューション、そうダンスレボリューション、ダンスレボリューションってミュージカル、これミュージ、あ、江口さんはダンスも歌もおできになる、できません、できませんできないけどこれ出ちゃうんですね、あもうちょっとね、はい、僕パンプラに是枝裕彦さんの作品が大好きで、はい、毎回楽しませていただいてるんですが、もうさすがにこの作品に関しては僕は出番ないだろうと思ってたんですよ、これは本当にダンスでずっと音楽とかそのダンスで物語がこう紡がれていく、大体ダンスと歌と、はい、でちょっと芝居があっての物語でつながってるんですが、はい、まあ、小林さんの方からなんか一つだけ、この僕の方は今までの改訂版の方に出るんですけど、はい、改訂版っていうのが新しくできたらしいんですよね、はい、今回から、でその中でちょっと面白いお父さんが出てくるんで、それをお願いしたいということで、その面白いお父さんのとこだけだけ出ます。そこでもやっぱ歌は、そこは歌も踊りも何もありません。でもダンスレボリューション。ただ文句言ってくるだけ。文句言ってくるだけ。カーッと怒ってくるだけです。この間は確かモリエールのお芝居を。はいはいはい。すがなれる、ね。すがなれる。で朗読風劇。はい。でその時もこう赤いね花をクラウンですか、同系役なんかにこうつける赤い花をつけて、はいはいはい、皆さんとっても熱演で私も面白く拝見したんですけれども。是枝さんというのはもともとご自身が役者さんであり、元々民芸の役者さんであって、その後ちょうどお笑いスター誕生っていう番組が昔あったんですけど、はい、そこら辺でのチャンピオンになられた方で、はい、肝さべ社中っていう3人組のコントグループを作っていて、ちょうどころお笑い界にもその進撃系の役者さんがいっぱい自分たちでネタを作ってやってるっていう時で、そこでもチャンピオン、もともと民芸の方なんで、すごく演出が分かりやすくて面白い方ですね、はい、
で、うん、そういった方が、まあ、そのお芝居民芸でしたらね、そのみっちりお芝居をやってらして、うん、でそれでなおかつそのお笑いの、はい、お笑いのグループも組んでらして、で今はもうこの演出だけに徹するというか、はい、作品も書いてらっしゃいますよね。もう作品も何作もずっと書いてらっしゃいますね、うん、非常にあの何作かこう座長さんが出てたり、あとここの、女の子が、尾形遥さんとか崎夏さんとかも出てたので、うん、私も何回か拝見してるんですけれども、非常にあのお笑いのね、そのセンスがいいと言いますか、見ててすごく分かりやすいですし、決めどころピシピシピシと決まっててね、こうあっという間に時間が経ってしまう、とてもあの質の高いあのコメディを提供していらっしゃると思うんですね、はいはい、でそこに今度はでもダンスレボリューションということで、あのどういうミュージカルについに出るんだなと思ったら、そういうそこのシーン、僕はもうお芝居のシーンだけです。あ、カットバスか、はい、ということでこれも8月ということで、ぜひあのまたね楽しみにしていただきたいと思います。座長はまあ8月、じゃあそのお芝居が終わってから、まあ、この柳川でバサラカエースカヤツということにあのなるんですけれども、そうですね、はい、はい、でこの柳川での、ね、企画が今、まあ、大体毎年1年に1回こういうことなんですけれども、うんうん、先ほどすいませんちょっと私言い忘れちゃったんですけれどもね、ひまわり畑にてが、はい、王子のホクトピアというところでも上映されたんですね。これはもちろん東京なんです、うん、で、今までずっとこう何回か九州の方いくつかこう点々と上映されてきたんでしたっけ、このひまわり畑。そうですね、九州の方では筑後地区にある文芸会館だったかな、はいはいはい、あと柳川にあります水の里ホールというところで、はい、やってきました。あ、そうですか、はい、あ、これですね。でこれは今後もまたその好評っていうことになれば、はい、あのおかげさまであの、はい、見られたお客様とかで好評で、またぜひともやってほしいということで、また柳川の方でもまた来年5月に、あ、来年5月にまた、また大々的に、お花というところで、そこにあのなんかちょっとあの観光大使サミットみたいのがあって、はい、柳川の歴代の観光大使さんたちを集めてやる行事があるんですが、うん、そこでも上映するということが決まっております。あ、もうじゃあ来年の5月はそこでやるということで、はい、でまたそれが好評だったらまたもうちょっといろんなところでこう、はい、映画を、ね、見られる機会が増えるということですよね。また鹿児島とか久留米とかが、あ、そっちの方まで今年年末ぐらいにやるんじゃないかということで、 あ、 そうですか。あと東京近郊です、東京近郊じゃない東京ですね、清瀬市、清瀬市の方でももう決まっている、はい、やるってことになってますね。ああ、そうですか、はい、だからどんどんこのひまわり畑にてお知り合いもいっぱい出ているし、私も見たんですけどとてもあのいい作品でね、私たちが例えば結婚の時に両親にちょっと反対されたりとか、あるいはその結婚を決める時にいろんな迷いがあったりとか、あとはまあ親子の間でもね行き違いかなと思ってたら実はそうじゃなかった、でどなたでも体験するようなことがものすごく丁寧に綴られていて、でそこに柳川の美しい景色も入っていて、あの全然その画面もねやっぱりとてもいいのに見飽きない映画でした。でやっぱりほろりとして結構すすり泣きしてらっしゃる方多かったです。自分で泣いちゃったって、ね、情けない結果になってます。あのね、やっぱり方言もね、あのせがらしかなんて入ってるとね、なんかちょっと私も柳川で何回かお世話になってるので、そういう方言も入ってるとやっぱり見てる方はね、柳川の方なんかは、うん、あるいは九州の方なんかはね、はい、やっぱり共通した言葉の、ね、心情が伝わりやすいんですよね、方言ね、はい、いや、この映画がね、本当これであの終わらずにまたどん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 こう上映をされていてね、いろんな人に広がればいいなと思っています。でこういった映画って、ね、撮ったのはもう2年ぐらい1年とか2年ぐらい前になっても、それが今になってこうずっとこう上映されるっていうのはね、そうですね、撮影期間は2年かけてますからね、監督の方が、はい、あ、そうですね、2年か、ね、だからずいぶん広がっていってるなっていう感じがしますね。皆さん引き続きどうぞひまわり畑にてもご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、もうあっという間だったんですけれども、最後に江口さん、はい、江口さんのこと東京での活動を知っている方は多いんですけれども、はい、福岡県柳川市観光大使さん、はい、これどういったお仕事をなさってるんですか。観光大使っていうのは、まあ、単に柳川の良さを全国の皆さんにお知らせするという、はい、うん、こう役目ですかね。なんかほらよくアイドルの方がどこどこ自分の故郷にとこう助けをかけてね、うん、はい、今日は観光大使ですってあるじゃないですか、うん、ああいう活動なさってるんですか。はいはいはい、まあ、ああいう活動っていうかね、まあ、だから、まあ、なんかの折にはそのや僕が柳川市出身であるということや柳川の名産品とかをちょっと友達にあげて、うん、美味しいものがこんなにたくさんあるところなんだよっていうのを
紹介したり、北原白秋とはどういう詩人だとかいうのをちょっと話をしたりとかね、そういう感じですよ。東京ででもこの間、空町の方でしたっけ、何かあのイベントありましたよね、うん、はい、スカイツリーの方で、うん、はい、あの物産展というか柳川物産展というか柳川の紹介ですね。あ、今あのスカイツリーの中で全国 の, あの各地のこう紹介をずっとやってるんですよね、うん、あのたまたまその時柳川の番が来たんで行ってきたんですけどね。あ、じゃあその時もこうタスキとかかけて、うん、いやタスキじゃなくて、あのかけないの、かければハッピーにこう傘です、ハッピーに傘にかけて、あの川下りの、あ、あの格好してきましたけど、ね、柳川もあの柳川の、水の精のね、はい、コッポリー君とか、はい、あとそのミス柳川の方も、はいはい、ね、結局ミス水の精ですよ ね, ね、はい、いろいろいらっしゃってね、はい、であの江口さんの番組ではね、そういった方が柳川を紹介してますので ね,、うん、そうですね、はい、江口さんはあのこう福岡県柳川市、柳川万歳という、ね、柳川市、ね、観光大使さんでもいらっしゃるということで、はいはいはい、これ任期は特に何年で決まってはいない、辞めるって言わない限り大丈夫です。ああ、そうなんですか、はい、じゃあね、そういった活動もされていると思いますので、またね、東京でそういうイベントがあるときなんかぜひ私も行ってみたいと思います、はい、はい、もうあっという間の45分間でしたけれども、江口さんね、ちょっと慌ただしいんですが、いろいろ活動ね、これからどん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 詰まってますね、はい、あと10月もお芝居あるんですか、はい、あれ10月のお芝居はどんなお芝居っていうのは、これからじゃあまたあのいろいろ情報公開してくださいね、はい、はい、よろしくお願いします。とりあえず8月のパンプランニングさんが終わって、でこの柳川のお芝居やって、それからまたもう10月も決まってる、はい、あ、もうお忙しい、いはい、お体気をつけて頑張ってください、はい、頑張りたいと思います。ということで、では柳川の皆さん、9月に行きますので待っててください、はい、ということで、今日のお雪語りは江口真さんを迎えしていろいろお話を伺いました。どうも最後までありがとうございました。どうもありがとうございました。